日本近海で行われている、中国とロシアの牽制行為は、みんなももう知っているよね。これに対して日本とアメリカがスクランブル対応を繰り広げている中、アメリカ軍の超音速戦略爆撃機 B-1 がスクランブルする事案が起きていたらしいよ。これには中国もロシアもさぞ驚いたはずだぜ。領空侵犯をされてしまった日本はどのように対応していたのかな？気になるところだよね。今回は、中国とロシアの横暴と、それに対抗する日本とアメリカの実情について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。もともと、中国とロシアの両国は中ロ合同警備と称して、日本海や東シナ海を飛行しており、それに呼応するために日本も絶えずスクランブル発進を行っている実情があるよ。ことの発端は2020年12月22日、中国空軍とロシア空軍に所属する爆撃機合計6機が日本海及び東シナ海方面を飛行し、これに呼応して航空自衛隊機がスクランブルを行ったんだ。防衛省によると、当時飛行していた機体は中国空軍の H6 爆撃機4機と、ロシア空軍のツポレフ95ツポレフ爆撃機2機であったとされており、このうち、H6 が2機とツポレフ95が2機、計4機が東シナ海上の五島列島沖合の上空で合流し、そのまま尖閣諸島方面に飛行したらしいんだ。中国とロシアの爆撃機は息の合った編隊を組み、尖閣諸島手前の宮古海峡上空を飛行して太平洋方面に抜けた後、再び宮古海峡上空に戻り、今度は北上してそのまま飛び去るという謎の行動をとって日本上空から姿を消したんだけど、尖閣諸島周辺にこだわって航行したところを見ると、中国の強烈な意志を感じざるを得ないよね。今回飛来した中国の H6 爆撃機は、中国人民解放軍が装備している大型爆撃機で、ロシアのツポレフ16爆撃機を国産化した機体であり、今回コンビを組んだツポレフ95とは相母兄弟でもある機体であることから、一種の連携訓練を行った可能性も感じられるんだ。一方のツポレフ95は1950年代に開発された長距離戦略爆撃機で、B-29 のデッドコピーであるツポレフ4の発展型とも呼べる機体で、今の時代にはロートル機と言ってもいい飛行機だが、極東方面には未だに多数の機体が配備されているとされているぜ。このコンビネーション、実は2019年7月にも行われていて、その際も両国は今回と同様に合同でのパトロールだと発表しているなど、悪意があることは見え見えなんだよね。じゃあ、誰に対する悪意なのかと問われれば、日本であることは間違いないんだよな。だが、その背後に控えているアメリカに対しても何らかの意図があることは間違いないぜ。問題は、この行動を主導しているのは中国なのか、それともロシアなのかという点だな。中国にしてみれば、尖閣諸島を脱出したい意図はありありだしね。沖縄を含めて第一列島線なる防衛ラインを勝手に引き、アメリカの攻撃があった場合は南西諸島を防衛ラインにして中国本土への侵入を防ぐ意図があるわけで、日本だけでなくアメリカに対しても強烈なプレッシャーを与えようとしていることは事実だよね。実際、沖縄も南西諸島も中国様は欲しがっているぞというのは伝わってくるし、すでに沖縄本島には多くの中国系活動家が沖縄県民を扇動しているのではないかとも言われているぜ。ロシアにしても、アメリカとはウクライナ問題などで対立を深めており、アメリカプラス NATO がウクライナに関与することを良しとしない実情があるからな。ウクライナがアメリカプラス NATO 側につくことは、安全保障上看過できないとプーチン大統領も公言していることから、アメリカに対して何らかのプレッシャーを与えなくてはならない事情があることは事実だぜ。中国とロシア、両国がアメリカに対して何らかの G 行動に出る必要があったことは間違いなく、日本を出しにしてアメリカにプレッシャーをかけようとした意図は間違いないだろうね。両国のプレッシャーに対して、アメリカがこのまま黙っているとは思えないな。だってアメリカもここで舐められるわけにはいかないもん。領空侵犯があった翌日となる2020年12月23日、アメリカ空軍の B-1B ランサー爆撃機がグアム島のアンダーセン飛行場から発進し、台湾とフィリピンの沖合上空から南シナ海へ進出し、中国が実効支配している南沙諸島空域を積極的に警戒飛行したらしいよ。アメリカからすれば沖縄にはアメリカの基地もあるんだぞと言いたいわけで、見事に意趣返しに成功したのかもしれないね。ただし、ロシアには直接影響を与えないようにして、中国にだけはしっかり刺激を与えておいた、というのがことの真相なのかも。ロシアとは、先ほど述べたように、ここ数年のウクライナ危機は、本当にいつ爆発してもおかしくない状態であり、ウクライナ国境に多くのロシア軍が配置についている状況を見れば、ロシアを直接刺激するような行動は避けたかったのではないかと思うよ。というわけで、南沙諸島や尖閣諸島、
それに台湾において G 行動を繰り返す中国の身に対してプレッシャーを与える行動に出たものと思われるね。今回注目すべきは、アメリカが使った飛行機が B-1 爆撃機であることだよ。B-1 戦闘機は、アメリカのロックウェル社が開発し、アメリカ空軍が運用している可変翼超音速戦略爆撃機のことで、B 型から付けられた愛称ランサーは、やり騎兵という意味の単語であり、強力な攻撃力を誇示する名称とも言えるんだ。さらに B-1 爆撃機は、実戦経験も豊富なことは、中国やロシアも十分承知しているだろうな。直近では、普及の自由作戦アフガニスタン紛争や、イラク戦争、オデッセイの夜明け作戦リビア内戦、シリア内戦におけるコバニ包囲戦など、数多くの戦場に実戦投入されている経験値の高い爆撃機だぜ。実際、2016年から始まった北朝鮮による核実験やミサイルの発射に対しての G 行動の際には、グアム島アンダーセン空軍基地より朝鮮半島方面へ複数回飛来してその姿を見せつけており、2022年も、航空自衛隊や韓国軍との共同訓練で使用されることも多く、同盟国との連携作戦能力もしっかり誇示しているランサーという名前にふさわしい活躍を見せているよ。特に今回スクランブルを行った B-1B 爆撃機の能力は、中国やロシア、それに北朝鮮が聞いたら恐れおののくこと間違いないよね。爆撃の基本能力とも言える超低空進行による爆弾攻撃、通常の戦略爆撃、巡航ミサイルプラットフォームなどの任務を遂行するだけでなく、それらの任務を実行するために地形追随レーダー、赤外線監視装置、ドップラーレーダー、ECM システムなど充実した電子機器を搭載していることで、あらゆる困難を排除して任務を遂行できるハイスペックな機体に仕上がっているんだから。さらに恐るべき派、ステルス性能を有している点だろうな。もし、中国やロシア、それに北朝鮮だって自国領海に秘密裏に潜入されれば、なすすべもないハイスペックなわけだし、特に北朝鮮なんかは、ミサイル発射基地や核実験施設、挙句の果てには金正恩委員長の隠れ家などをピンポイントで爆撃されるかもしれないとなれば、国家の一大事になるだろうぜ。そんな爆撃機が、あえてグアムからやってきたことの意味は、中国やロシアにもわかるはずだよね。B-1B 爆撃機が実際にスクランブル発進を行った後、両国の合同パトロールは未実施となっていることから、両国に対して強烈なプレッシャーを与えることができたのは事実のようだね。ちなみに、日本の航空自衛隊も中国&ロシアの領空侵犯にはちゃんとスクランブルを行って対抗していたぜ。そもそも、日本の領空侵犯だから、まずは航空自衛隊が対処するのが基本なわけで、それでも困難な場合にアメリカがというのも、実はない話なんだよな。かつて、北朝鮮の不審船が日本海を逃走した事件があったけど、あの時も不審船に対応したのは航空自衛隊と海上自衛隊、それに海上保安庁といった日本政府の機関のみであり、アメリカ軍は一切対応していないもんね。この時、アメリカ軍が直接対応していれば不審船に逃走されることはなかったのかもしれないけど、アメリカが日米安保条約の義務を行使したとなれば、日本アメリカ VS 北朝鮮の構図が生まれ、アメリカ本土に弾道ミサイルをぶち込まれてしまうリスクは明らかに高まっていただろうね。そういう意味もあることから、スクランブル発進は基本的に航空自衛隊が対応するんだけど、今回のようにアメリカが B-1B 爆撃機を繰り出して G 行動に出たことは、極めて珍しいことと考えていいだろうね。さて、スクランブル発進って、日本だけがやっていることじゃなく、日本海の場合は韓国だってスクランブル発進を行うことがあるんだ。今回の中国ロシアの飛行について、韓国は中国から事前に航行の通達を受けていたことがわかっているよ。というのも、韓国と中国との間では領土係争地となっている伊予島の干渉を抱えており、この近辺を飛行することもあり、中国から飛行するけど帰国に対はないと、事前通告を受けていたみたい。だけど、パートナーであるロシアは韓国の主張する防空識別権を認めていないため、事前通告は行われなかったようだね。ちなみに、韓国がスクランブル発進を行ったのは竹島周辺の領空で、通告をしていなかったロシア空軍機に対してスクランブルを行った、という意味になるな。韓国自身、竹島は韓国の領土と主張する以上、スクランブル発進をしないと、お前んちに土足で入ったけど、何にもしてこなかったなとあざけり笑われてしまうから、愛しい中国様が一緒にいるとわかっていても、スクランブルをかけるしかなかったようだな。まあ、韓国らしい行動といえば、韓国らしいよね。日本が置かれている環境は、各国の利害関係が複雑に絡み合っていることから、いつ何が起きてもおかしくない状況なんだ。アメリカとロシアの事情、アメリカと中国の事情など、
直接関係のない諸外国の事情に影響を受ける状況であること、そのことを全ての国民が十分に認識しておく必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。